さあ久しぶりの対戦プレイだよ。相手はゴールドランクのテランだな。それに対してウプ主はランクなしザーブか。ランク上では完全に不利ですね。なあにランクなんてただの飾りだよ。勝ち目はあるのですか？当然あるよ。ほう、何で戦うんだ？当然ロードサイドラだよ。戦車が出てくる前に蹴りをつけたいからね。じゃあ操作スピードが重要ですね。それがだね。もう操作方法覚えてないんだよ。ダメダメじゃねえか。半年以上対戦やってなかったからね。それはどう考えても予習しなかったウプ主が悪いです。しっかりしてくださいよ。気にすることはないさ。プレイしてれば多分勝ちを思い出すだろう。このダメである。攻めた時にすでに戦車3台ぐらい完成してましたしね。全滅後の対応もひどかったしね。せめてデメドマリンだけでも片付けておいた方が良かったですね。というかデメリングネットさえ作ってないけどな。どう見ても感想だね。ちょぼーん。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢だよ。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくりヨウムです。ゆっくりサナエです。ってあれ？今回はスタクラの続きをやるのに、なんでヨウムとサナエがいるの？あれ？前いませんでしたっけ？こっちの実況にも今回から参加することになったんですよ。正直二人だとあまり喋ることもないしな。ふーん。で、二人はこのゲームをプレイしたことあるの？ありますよ。あ、私もあります。じゃあ詳しい説明は省くぜ。見ての通りキャンペーンモードを実況していくよ。何度は何しているのですか？ブルータルだよ。霊夢さんブルータルクリアしたことあるのですか？いや、ないよ。それクリアできるのですか？正直無理だと思ってるよ。なんでブルータルにしたんですか？いやマリサが。マリサさんが。私は初めにブルータルに設定しただけだぜ。あれ？でも確かミッション画面で難易度再変更できましたよね。いやこの難易度の方がネタになるかなと思って、やっぱ嫌だとは思ってなかったんだな。っていうか霊夢さんのオブジェクト触り始めてますね。ちょうどニュースですね。Thanks, Donnie. Raynor's clearly widening his list of targets. He's attacked a Dominion archaeological dig and possibly seized a dangerous alien artifact. Emperor Manxk spoke on this subject earlier today. There's no telling what kind of havoc these supposedly innocuous relics might wreak upon our worlds.この時誰もあのアーティファクトが勝利の鍵とは知る由もなかったって感じですね。いや知ってた人間もいたと思うんだが。Look on the bright side, partner. You're a wanted man either way. Thanks, Tagus. Shocking, Kate. I imagine civilian casualties were high as a result of Raynor's terrorist actions. Actually, the only civilian deaths appear to be collateral damage from overzealous Dominion security force. Thanks, Kate. You heard it here first. Jim Raynor, killing women and children on Marsara.What was it like, Jimmy? Fighting them Zerg? All the scrapes we were in back in the day, all the narrow escapes, none of it compares to how terrible they are, Tychus. You don't know. そういやここの英語が字幕ページにあったやつと違うんだよね。何か分かれる条件みたいなものがあるのですかね。とにかくこの字幕は違う英語のやつってことかな。そういうことでしょうね。Oh man.Didn't the magistrate here know he was hiring an arch criminal as his marshal? そういや一つ目のミッションでレイナー保安官とか呼ばれてたね。 Guess my tough guy reputation kept things nice and quiet around here. All the time I wore that badge, I never had to shoot anybody. Well, where's the fun in that?なんかかっこいいなこのレイナーさん。まあポスターですからね。でもポスターじゃなくてもマリンスーツ着たレイナーさんはこんな感じだろ。まあそうですね。scared for me too. You really mean that, Tychus? Nah, I was just kidding. What's this?さっきからザーブに関しての情報多いな。次はザーブ戦だしね。気をつけないと危ないミッションですね。ちなみにウプ主はハードで息を吸したことがあったりします。余計な情報を相手よろしい。まあ確かに完クリしようとしたら結構難しいよな。ボーナスポイントもないですしね。Knock yourself out, Tychus. Me? I've hunted enough Zerg for two lifetimes. どんだけ勝ったんだよレイナーさん。じゃあセーブしてミッション始めようかな。はい、セーブ完了。
今回のミッションは基地防衛戦ですね。このミッションはチュートリアルの中で一番重要ですね。テランの入り口サプライ固めが必須になるからな。ちなみに今回新しいユニットは追加されないよ。その代わりに今右下に出ている建物バンカーと、ここには出ていないミサイルタレットとエンジニアリングベイの合計3つが追加されるよ。詳しい説明はミッション内でします。じゃあ始めるよ。I've got transport coming to pick us up. All we gotta do is sit tight. まあそう簡単にことが進むわけないよな。簡単に進めばミッションになりませんしね。Ourselves a little R&R. Commander, I'm detecting a massive concentration of Zerg biosignatures. あ、このザーグのポットめっちゃうざいんだよな。どこに落ちてくるかわかりませんからね。SCV のいるところに落ちてきたら大変なことになりますね。採掘所もミッション内ではこれのせいで守らなきゃならなくなるな。っていうか今回も SCV のいるところに落ちてきたと思いますよ。マジか、今回はマリーンで直接駆除だな。あ、ちなみに時間は20分ですよ。あとのミッションに比べたら軽いものですね。でも油断してたらハードでも全滅するからね。ウプ主が体験済みだな。ちょうどバンカーの使い方が出てますね。バンカーはこのように地上ユニットを中に入れることができるんだよ。中に入れるのは大抵マリーンですね。まあ始めればわかるだろうな。もうロード画面カットでいいよね。いいですよ。初期 SCV 5体化。このミッションは SCV も戦場に送り込む必要がありますからね。バラックスは2つか。テックラボとリアクター1つずつでいいですね。あ、そういやリアクターもこのミッション初めてだったよね。そういやそうだったな。リアクターはアドオン型の建物の1つで、テックラボが必要なユニットを作ることはできませんが、代わりにそれ以外のユニットを同時に2体作ることができるようになります。今回の場合はメディックは作れませんが、代わりにマリーンを2体同時に生産できます。ちなみにミッションの終盤にはテックリアクターという2つの機能が合体したものを作れるよ。チートじゃねえか。で今の状況だけど、今回は自分の基地の上の方で守らないといけないから、上の方の入り口を早いうちに閉鎖してしまうよ。ちなみに初期のバンカーはサルベージしましたね。あまりいい配置じゃなかったからね。上の方が完成するまではなんとか下の方で持ちこたえるよ。ちなみに入り口はサプライでポットで閉じます。前回言ってたな。バンカーだけだと簡単に潰されちゃいますからね。それじゃあ今のうちにあり得るパターンを考えておこうか。そうですね。最悪のパターンは、ブルードロードかな。こっちのユニットの射程距離と地形の関係上反撃不可なのでありえないですね。じゃあウルトラリスっかな。マリーンじゃ倒せないだろ。次。どうかザーグ攻めてきますね。ザーグリング大量とローチとハイドラリスクですか。ザーグリングは羽根なしだな。というかいきなりローチかよ。マリーンはローチに対して不利でしたね。でもバンカーに入れてればなんとかなるな。ハイドラリスクとザーグリングは瞬殺ですね。体力が低いからね。まあザーグのユニットは数が多いというのが特徴ですしね。ザーグリングに関しては1回の生産で2体出てくるからな。ちなみにサプライは1体につき 0.5 だよ。生産ユニットの中では一番小さいですね。あとアップグレードによって移動速度も最大になるユニットですよ。エストサブミッションしたね。このミッション自体はクリアしてもしなくてもクリア自体に関係のないものですね。ただできる限りはクリアしていくよ。で今回は救助を求めている兵士たちのところに助けに行くだけだな。助けに行けば仲間になりますよ。パレットもあるな。助けに行くんですか。今は兵士の数が重要だからね。ザーグユニットは地面に潜ることができるんですよ。ほとんどのユニットはその間攻撃も移動もできません。一応移動やアビリティを使えるユニットもいるけどな。ウィンズス潜りだけではラーカーがいないから潜りながら攻撃はないね。一グループに救助完了ですね。さあ急いで戻るよ。確かすぐに反対側から来たと思うからね。で、さっきの続きだけどな。パターンのことですね。あとはナイダスワームかな。あ、その可能性はありますね。クリアムービーでも出てましたしね。てか間に合ってねー。あのマリーンとメディック死にますよ。わかってるよ。とりあえずメディックだけでもよかった。そうだね。Multiple air bogeys detected.飛行ユニットが来るってさ。まあネウタリスクでしょうね。霊夢さんミサイルタレットの修理要員は、あ、いないな。まあいっか。いやよくないだろ。マリーンがどうにかしてくれるって。いやまあマリーンの数は足りてますけどね。でなかなか来ないな。チュートリアルミッション出し警告からすぐに来るなんてことはないよ。あ、上の方のサプライの壁できてきましたね。で上かよ。意外と数少ないな。でも多分ダメージ強化されてますよ。あ、タレット壊れますね。キリリリで攻撃対象がメディックに変わったな。でも燃えてますね。あ、
吹っ飛んだ。ああ、そういや、テランの建物は修理によって回復できる代わりに、体力3分の1以下で炎上して自動的に体力が減っていくんだった。そして他のゲームのように体力1で止まることもなくドカーンか。修理要員を置いておかないとこうなるんですね。しかもこの炎上意外とダメージ大きくて、SCV 一体じゃ回復がほとんど相殺されちゃうんだよね。とりあえず追加タレット準備ですね。もう上側ほとんど完成ですから、いらないんじゃないですか。一応だよ一応。それより上側タレット追加した方がいいんじゃないか。後でやるよ。ちなみに今で5分経過です。まだ5分かよ。敵さんも本気出してる感じがしないね。っていうか今思ったんですが、入り口の壁に隙間空いてません。ああ、これはわざとだよ。この隙間にバンカーの角を突っ込むつもりなんだ。っていうかこのサーチライト邪魔だな。でなんでわざわざバンカーの角を出すかというと、それによって敵のザーグリングを詰まらせることができるからなんだよ。へぇ、そんなのあったんですか。基本的にアタック移動は自分を攻撃していて、なおかつ移動などによって自分が攻撃できるようになるものを優先するんだけど、完全にサプライで閉じてしまうと、バンカーは攻撃不可のものと判断してサプライでポットを最優先で攻撃するんだよ。2グループ目の救助要請が来ましたよ。無視して。マリーズ。うるせえ。でも助けないんですか。今もう敵さん攻め続けてきてるだろ。そうだな。だからその守りを考えて半分残さなきゃいけないんだよ。半分じゃ無理なんですか。それが無理なんだよな。ちなみにオプ主がハードで全滅した原因がこれだったりするよ。へえ、そうだったんですか。ボーナスクレジットとかがあれば全滅覚悟で行くんだけどね。じゃあ仕方ないな。ひどい。そんなこと言ってるとザーグ攻めてきたぞ。ハイドラリスク3体いますね。ロビックに反応して突っ込んできますよ。お前にそんなこと言われたら AI もかわいそうだな。何を？というかこの AI をバカにしてたら後で後悔しますよ。大丈夫だろ。まあそれで全滅した方がネタにはなりますけどね。ひど。っていうか上完成したから移動するよ。ユニット倒れてますね。じゃあ OK だね。いや、サプライでポット地面に潜らせてくださいよ。永遠道じゃん。急いだ方がいいぞ。マップにザーグのユニット映ってますね。気にしない気にしない。じゃあバンカーで閉じるよ。ってあれ、あ、設計ミスってますね。バンカーはめれないじゃないですか。やっぱり霊夢はバカだな。うるさい。仕方ないから作ったバンカーをサルベージするよ。さっきちょっとだけ説明してましたね。テランの建物の中でバンカーはミネラルに戻すことができるんですね。結構いい能力じゃないか。でバンカーにはマリーンを入れておくよ。キラ、なぜ一瞬にたし。いや、なんとなく助けてくれよ。やなこった。ひでえ。そろそろバンカー完成しますね。あ、そういや下のバンカーサルベージしたか。あれは時間稼ぎのために残しておいたよ。本当は忘れてました。おいおい、まあ2つぐらい別にいいじゃん。っていうかザーグリング羽生えてるし。最速ユニットになりましたね。上の方に来てなかったらヤバかったかもしれないですね。私はそれよりもローチが5体いたことの方が心配なんだが。でも今のところベネリングがいないね。それがせめてもの幸いって感じですね。うん、意外とザーグリング詰まってないね。ブライタルだとさっきレイムの言ってたバンカーの隙間に入ろうとしないんじゃないのか。そうなのかな。Additional supply depots required. Of course. By the numbers, boys. What's the big job, huh? Yep.Our allies are being attacked. やられてる。まあいっか。Aye, aye, sir. Base is under attack. 横から攻めてきたぞ。マジか。SCV サレス、どうやらメディックを狙ってるというより回復ユニットを狙ってるって感じですね。右からも攻撃されてるぞ。やべえ。あー、タレット燃えてる燃えてる。でも今度は間に合いそうですね。今のうちにタレット増設しておこう。もっと早いうちに増設しておくべきでしたね。それよりもそろそろ今回の新しい建物について詳しい説明をしておいた方がいいんじゃないですか。あ、そうだね。じゃあまずはバンカーからだね。バンカーはミッションで重要な建物の一つだな。ちなみに現在バンカーのスロットは4ですね。で、スロットの大きさはマリーン1、メディック1、SCV1 です。でも今のところマリーンしか入れる意味はないね。SCV もメディックも攻撃がないか射程が接近だしな。で、ベネリング来た。接近されないように気をつけてくださいよ。バンカーの自動攻撃で処理してくる無理でした。そしてこの体力の減りである。ひでえダメージだな。対建物ダメージ80だからね。1体だけで助かりましたね。誰もいませんよ。やっぱり無視か。まあこの状況だ。か、壁が見事に吹っ飛びましたね。急いで修復しなきゃな。
か。通れない。つまり修復は無理ですね。なんてこった？デポと下げればできそうですが。その間に絶対攻めてくるだろうね。じゃあ放置するのかよ。まだバンカーの壁があるからね。で、その代わりにバンカー増設しておくよ。その位置だと反対方向は攻撃できませんよね。でもないよりはマシでしょう。ああそうだ、崖上の方が戦闘上に有利だってことをまだ言ってなかったよね。そういやそうでしたね。守ってる方からだと分かりにくいだろうけど、基本的に地上ユニットは自分より高いところの視界が取れないんだ。だから何らかで上の視界を取る必要があるんですね。一番いいのは飛行ユニットで視界を取ることなんだけど、序盤だと地上ユニットしかいないから、地上ユニットを坂の上部に登らせる必要があるんだ。一体でも坂の上部に登らせれば視界は取れるんだが、そのユニットが殺されるとやっぱり視界が取れなくなるし、そもそも視界を取りに行くには突撃する必要があるから、その間に一方的に攻撃されるんだよね。ちなみに対戦だとこの坂道の大きさは半分くらいだったりするよ。つまり大量のユニットで攻めると詰まってしまうんですね。デポット落ちてきてるじゃないか。下の方完全に制圧されたな。もうすぐクリープも発生しますね。タワー建てられなければいいんですがね。いや建てられても射程範囲外だろうさ。ミュータは相変わらず4体セットだね。ちなみにミュータは普通攻撃ユニットですよ。 SCV の体力がちょっとヤバいな。じゃあ左右にメディックに対続待機させるよ。これで左右にメディックに対と SCV に対だね。ミュータ対策は完璧ってことか。で、ベネリング転がってるし。移動速度上昇でしたっけ。自爆ユニットの移動速度上昇はエグいですね。ジャーブリングの壁があれば自爆確定みたいなものだしね。じゃあそろそろミサイルタレットの説明もしておこうかな。まず重要なのはディテクターを持っているってことだな。キャンペーンでダークテンプラーって出てくるのかな。あ、ブルータルはやったことがないので正直わかりませんね。もしかしたら出てくるかもしれませんよ。まあ出てきたら出てきたで、その時はスキャナー使うかもね。そうだね。まあとにかく対空の役目としてはバンカーよりいいので、こっちを使うことも多いでしょうね。あ、タワー作ってる。え、でも射程外だな。ほっといても大丈夫じゃないですか。そうだね。あ、サプライ足りてない。霊夢さんサプライ管理苦手ですか。うん、あまり得意じゃないね。それって勝敗分けるくらい大切なことなんですが。これからは気をつけろよ。はいはい。多分もう倒せるんだろうな。Hold out just a little longer. 残り5分来た。最後の関門ですね。正直ここがメインですね。休みなしに攻めてくると、そういやまだ上の方にポット落ちてきてないね。前バスはあのままだ来てませんね。もしかしたら来ないんじゃないですか。いやそれはあまりにも簡単すぎるでしょ。いやそうでもないだろ。正直ポットってワームと大して変わんないぞ。そうですね。どっちも基地の内部から発生するのは同じですからね。確かに言われてみればそうだな。でなかなか来ないね。来ないからって SCV に柱壊させるのやめろよ。俺らってこんなことばっかりさせられるよな。それは諦めなさい。知って、それよりも今のうちに修理要員増やしておいた方がいいんじゃないですか。そうだね。じゃあお前らな。頑張ってくださいね。とか言ってるうちに攻撃開始ですね。なんで相手のタワー攻撃してくるの。あのタワーそんなに射程長かったのかよ。さっきは視界が取れてなかったから攻撃できなかったって感じですね。それよりも自分の建物めっちゃ炎上しているんですが。 SCV 対応するか。いやだー、間に合うか。ロボットの方がヤバいですよ。応急処置で1体だけ撃つね。っていうかなんで1体だけ外にいるわけ。あ、すでに2つ目のデポット潰されてたんですね。マジかよ、バンカーの気がしだな。とりあえず修理は間に合いましたね。あの SCV は助からないね。待ってバンカーの中に出てくれよ。サラダ SCV、君のことは忘れない。やっとして。ポット落ちてきた。ユニット出てくる前に囲め。いやダメですよ。なんでエネルギーが溶かされますよ。チューナーだけだったね。てかめっちゃ降ってきてるんですけど。しかも回復じゃないですか。ダーブリング入ってましたね。危ない危ない。今度は下かよ。行くぜ行くぜ。
めっちゃ生えてきてるのにな。 ヤマトキャノンで一撃かよ。あ、ちなみにヤマトキャノンはこの技の正式名称ですよ。ブリザードのゲームにはこういった日本のアニメとかから取ってきたものがあるんだよな。そうですね、あのヤマトキャノンは最終ミッションで使いまくることになるだろうね。とりあえず助かったんだな。意外と簡単だったね。入り口こじ開けられそうってそれはないでしょう。もうちょっとこじ開けられるのが早かったら大変なことになってましたよ。気にしない。嫌な予感しかしないと。とりあえずこれでチュートリアルは終了だね。チュートリアルとは何だったのか。そうですよ。まだチュートリアルが終わっただけなんですよ。ここまではまだ余興ですね。いや実は戦車ミッションまで余興なんだけどね。霊夢はその余興の間に何回ゲームオーバーになるんだろうね。さあ正直わかりませんね。霊夢さん攻略ページとか見ないんですか？探したけど日本語のページで使えそうなものがほとんどなかったんだよ。つまり前情報ほとんどなしですか？じゃあ最後ら辺は死にながらパターンを覚えるしかないですね。そうそう、音量注意。Damn, Jimmy.You've been holding out on me. Cutting it pretty close there, Matt. Never left you hanging before, sir. Fair enough. Just get us the hell out of here. All batteries, concentrate forward firepower. Spin up drives 2 and 6. All hands brace for warp jump on my mark. Mark.We ain't seen the Zerg in years. Why attack Marsara now? It's not just Marsara. You need to see this. Zerg Swarm launched a full-scale attack. Devastation spread throughout all Outer Rim planets. Sustained heavy losses. Casualties in the billions. Minutes ago, the Zerg attacked a Dominion military research facility. これはひどいな。Sweet Mother Mercy.マリサさんと同じこと言ってますね。私イコール大カルかよ。で、今の誰？言っちゃっていいのかな？もういいんじゃないですか。そうですね。サラケリガンだよ。え、あの写真の女の人か。そうですね。ザーブ化してたのかよ。そういうことになりますね。ちなみにこのゲームのラスボスで全体攻撃やら即死やらをバンバン撃ってくる非常に厄介な敵なんだよね。最終ミッション対策の半分はカイケリガンをできる限り上に進めることですね。へぇ。まあそのためのバトルクルーザーのヤマトキャノンですね。あれ以外に倒す方法ってあるのかな？さあ。知らないですね。ミッションだとゴーストに EMP がないですからね。やっぱ一番手っ取り早いのはヤマトキャノン連射なのかな。There's no telling what the Zerg will throw against us this time. Sir, we need to make sure our hardware and munitions are up to the challenge. Yeah, I'll check in with Swan down the armory. Knowing him, he's already got upgrades for us. ユニット強化のことだね。これも今回はしっかり考えて強化する必要があるでしょうね。ちゃんと対策しないと詰む可能性がありますよ。そうだね。Tigus is one of my oldest friends. He helped me out of a real bind a few years back. I owe him. Well, your friend has a criminal record as long as... Mine? Believe me, if Tigus Finley wanted me dead, I'd be dead already.殺すのだけが目的とは限らないんじゃないのか。まあそうですね。というわけで今回も無事にクリアすることができました。次回からが本番ですね。次からのミッションは選択式になります。じゃあ今回はそれ見て終わろうか。そうだね。
What's our general status, Matt? 次の選択肢は2つですね。We picked up a distress call from the planet Agria. There's a colony there under attack by the Zerg. Your convict buddy Tychus lined up a mission retrieving another artifact. It's on a Protoss shrine world called Monolith. で、どっちをやるんだ？ハードでだとアーティファクト系の方が難しいらしいから、次はアグリアの方をやろうかな。Any ship receiving this transmission? The Zerg are invading Agria. The Dominion abandoned us here. We're just a small farming colony. We've got to evacuate before we're overrun. If you can hear this message, please help us. なんか深刻な事態になってるな。このミッションはどちらかというと防衛戦ですね。詳しいことは次回だね。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。苦戦しながらもチュートリアルをクリアした霊夢。そんな霊夢に待ち受けていたのは、まさに操作スピードが重要となる死人護送の任務だった。どう見てもジャッカーなモヒカンたちを与えられた霊夢は、果たして無事にクリアできるのだろうか。次回、ゆっくりしていたら死ぬ世界。第4話、ジャッカー、お物は消毒だ。ネビック殺されましたよ。え、もう罪ですか？次回をお楽しみに。